細川茂方、細川茂方は、肥後熊本藩六代藩主、第四代藩主、細川千木の逸津熊本藩細川家七代、紀州藩第九代藩主、徳川春沙と、紀州の麒麟、後の宝王と並び称された名君であった。はじめは父、千収より一時を与えられて、長岡のりを、兄、宗高の後を継いでからは、細川茂方と名乗る。 改名後の十の字は将軍、徳川家重より変化を賜ったもので、県の字はかつて細川天宮家が通字として用いていたものに由来する。実際、天宮家の当主にも同盟の細川茂方という人物がいた。教法五年十二月二十六日、新歴1721年1月23日に生まれる。教法十七年、1732年。 父、千治が死去すると、兄、宗高が後を継ぐ。千治の時にすでに四十万両近い借財を抱え、宗高の時代には大半ゆえの過度な出費、宗高知性のほとんどを襲った凶作などにより、収入は激減し、犯罪性は転げるように落ち込んでいく。当時の熊本藩の困窮ぶりは、鍋釜の金毛を落とすに水はいらぬ。細川と書いた紙を貼ればよいと。 揶揄されるほどであった。茂方も、部屋住み時代には七夜に通ったと言われるほどで、この時の七札を生涯手元に置いておいたという、逸話が残っている。延響四年、1747年8月15日、江戸城本丸大広間に置いて、兄、宗隆が旗本、板倉勝兼に、背後から襲われるという事件が発生する。家門六葉門が似ていることからの人違いで起きた。 事件である。電柱での人情や死は理由を問わずごはっと喧嘩両成敗であり、細川家はお家取り潰し、無つぐ海域の危機に陥った。しかし、仙台藩主立手周村の起点を聞かせた指示で、すでに死んでいた宗高はまだ息があったことにして細川屋敷にこっそり運び出され、翌日死亡したことにされた。幸いに、細川家にお咎めはなく、宗高には、 四継ぎがなかったことから、弟の重方が、末期用紙とされて家督が回ってくることになった。新たに藩主もについた重方は、犯罪性の改善に手を打つことになる。法歴2年、1752年、堀正る名、通称、平田財門を、筆頭奉行に、鎌まち制定、かま根山を奉行に登用し、改革断行を命じる。堀は、 すぐさま大阪に向かい河野池家など交渉に釈罪を要請するが、当時の犯罪性は危機的状況に陥っており、河野池はこの要請を拒絶する。この話からも熊本藩の状況がわかると言える。しかし、堀はすぐさま当時信仰商人であった鹿島屋との交渉に臨み、藩の年貢人手引き受けを条件に資金を得ることに成功する。茂方もまた、 失踪倹約を奨励し、江戸判定の費用に限度額を設定するなどの方針を打ち出す。また、主芸方は米だけに依存することに限界を感じており、堀と意見が一致する。堀に、食産工業を明示、キーと、ハゼなどを、専売性に切り替え、牢の生産を反直営に移行し、清籠施設を設立させた。また、寮内で、たびたび検知を行うなどした。 館内でできた製品を、鹿島屋を通じて大量に販売させるなどし、法暦年間末頃には、犯罪性の好転が始まっていく。また、法暦年間から基金に備えて、穀物の備蓄を行い、天明の大基金の際にはさらに資材も加えて、領民救済に当たった。細川重方の法暦の改革によって、地方が一定の権限と財源が与えられた。 後に作られた通順橋のみならず多くの橋、用水路、日田開発を行っている。日ご飯の公共事業のシステムについては三つの要素があった。また、地方のエディート少年が役場に入り庄屋の見習いになり、その後に幹部役人になれるシステムができていた。これらが法歴の改革の成果といえる。熊本藩は十四万国と言われたが、幕末には、 実質100万国となった。茂方の改革は財政だけにとどまらず、法暦四年1754年には、熊本城内に、藩校自習館を設立し、許可が得られれば、身分に関係なく、入校ができた。江戸の湯島制度を、岡山の静谷学校など、将軍や藩主のための学問書、藩校はあったが、家臣や領民、藩外へも広く、門校を開いた。 日本初めての学校とされる。今でいう奨学金制度も制定するなど、人材育成にも注力した。これらは急激な改革による、不満対策と、文部領道の物資教育の意味がある。また、日本最初の公立の藩の医学校最新館を、法歴6年、1756年に、秋田軍宮、寺村、現在の日本林に創設、翌年開校した。 その付属の薬草園も現在の薬園町に作った。また、刑法総書を採用した。それまで死刑か、追放刑という刑罰内容だったものを変更し、追放刑を、下時刑、無知で打つと、時刑、懲役に減刑した。罪人の二の腕に入れ墨を入れていたのを廃止し、代わりに眉を反らせ、罪人の社会復帰を容易にした。 これも急激な改革に対する犯罪増加や不満対策である。この刑法総書は明治憲法下の刑法の手本とされ、熊本から多くの人材が司法畑に採用された。茂方は乱学に傾倒し、薩摩の島津茂秀、久保田、秋田の佐竹義奴らと共に乱壁大名と称された。茂方は天明五年、 1785年10月26日に、江戸の流行亭で死去した、品川の東海寺達中の妙海院に葬られる。送り名を、霊館院、通る厳守院という。なお、一発と千葉は、熊本市横手の北岡公園内妙海寺にある、去年66、あと、長男、知念が継いだ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。